ビル・リー・フリンはアメリカ合衆国出身のミュージシャン、マルチ奏者。1990年代に多くの著名グループのドラマーとして活躍。マルチプレイヤーとしての才能も発揮し、R.E.M. キング・クリムゾンなどで定期的に活動した。リー・フリンは故郷のシアトルでプロとしてのキャリアをスタートした。1975年、ザ・スクリーマーズの前身バンド、 ザ・タッパーウェアーズによる2、3回のライブギュをバックアップしたザ・テラパスに在籍した。1979年からはザ・ブラックアウツのためにドラムを演奏した。その時のバンドメイトには彼の兄弟であるレーモンド、ポール・バーカー、ローランド・バーカー、エリック・ベルナーがいた。やがてそのバンドは解散し、ポール・バーカーは新生ミニストリーに加わった。 アルジュールゲンセントのリーフリンの最も初期のコラボレーションはリボルティングコックスによるセカンドシングル U.O.F.N.F.Get だった。その後、ミニストリーの画期的なアルバムザ・ランド・オブ・レイプハニーの制作に参加した。ライブビデオ In Case You Didn't Feel Like Showing Up ではそのパフォーマンスが注目された。ミニストリーやそのサイドプロジェクトは 1990年代、半ばまで続いたが、決してミニストリーのメンバーとしてクレジットされたことはなく、他のミュージシャンとされていたと述べている。したがって、フィルスピックセッション中に、彼がバンドと決別した時も、公式メンバーではなかったので、実際にバンドを辞めたというわけではなかった。リー・フリンはアトキンスが、数百人のアーティストを取り入れて成長するであろう、インダストリアルの集団。 ピックフェイスを結成するのを助けた。また、ワックス、トラックスのレーベルメイトであったクリス・コネリーと友好関係を築きつつ、ファーストワールドミュージックというレーベルを設立した。コネリーのように、リー・フリンの仕事もまた、インダストリアルというルーツを超えて成長していった。彼らはいくつかのレコーディングでコラボレーションを行った。特に、アルバム、ザ・アルティメット・シーサイド・コンパニオンと、 アルバム、ラルゴの二つは、見過ごされがちなリーフリンのキーボードの手腕を、紹介するものとなっている。シアトルに住むことで、リーフリンは、キングクリムゾンのロバート・フリップとトレーガーン、KMFDM のサシャ・コニエツコ、REM のピーター・バックを含む、様々な著名ミュージシャンとの関係を築く機会を得た。フリップは、リーフリンのソロデビュー作、バース・オブ・ A ジャイアントに貢献した。 そして、この作品は、リー・フリンが、バックグラウンドの役割以外に、歌を歌っていたことも、特徴となっている。この時のセッションからの即興演奏が、後に CD、ザ・リーパー・カションス・オブ・エムジェリック・ビヘイビアで使用された。リー・フリンは、1995年から2003年に、リリースされたすべての KMFDM のレコードに、ドラマー、プログラマー、ボーカリスト、及び、 キーボード奏者として登場した。2002年にはバンドのベーシストとしてカムバックアルバムアタックをサポートし、2011年のアルバム WTF でも演奏している。REM でプレイ彼はまたスコット・マッコーイのバンドザ・マイナス5でドラムを叩くようになり、そこにはギタリストのピーター・バックが参加することもあった。その流れからバックはリー・フリンに 1997年のビルベリーの脱退以来パーマネントなドラマーを書いていた REM と一緒に演奏すべくドラムに座る機会を提供した。2003年のツアーで彼はライブドラマーの位置をリーフリンに与えた。彼らはやがてリーフリンが無期限に REM のドラマーの役割を果たすと発表したが、これもまた公式メンバーとしてではなく雇われミュージシャンとしてだった。 レコーディングではリー・フリンはブズーキ、キーボード、そしてギターでもグループに貢献し、REM が2011年に解散するまで補助的なメンバーとして活躍した。リー・フリンは2005年にスロー・ミュージックという名前で実験的なアンサンブルを作り、ドラムではなくシンセサイザーを演奏した。その名前が示すように彼らのアプローチはミュージシャン同士が お互いのためにスペースを空けながら、まばらな音をたくさん重ねることに向けられていた。すべての公演が、即興演奏だった。グループは2005年と2006年に、わずかな、一握りのライブスケジュールで演奏し、数年で活動を停止した。リー・フリンは、クリス・ウォーン、ロバート・フリップ、及び東ヤ・ウィルコックスからなる、ザ・ヒューマンズという音楽コラボレーションプロジェクトに参加している。 バンドは2007年秋と2009年にエストニアで一連のライブを行い、彼らのデビューアルバム We Are the Humans を2009年5月1日にリリースした。また別のアルバムを2013年に発表し、2014年の春にスロー、ミュージックとのダブルビルの小さなライブシリーズが続いた。ヘクトール・ザ・ズーの2010年アルバム コープスエイレクトリックには、リー・フリン、ケイティ・ジェエンガーサイド、ローン・ケント、および、ニュージャズのトランペッター、ニルス・スペッター・モルベルがフィーチャーされた。1995年のアルバム、ザ・グレート・アナイアレーター以来、リー・フリンはスワンズにレギュラーで協力するメンバーであり、2010年の再結成以来、すべてのスタジオレコーディングで様々な楽器を演奏し、マイ・ファーザー・ウィル、ガイド・メアップ。 エイロープツーザスカイをリリースしている。2012年、リー・フリンは、ロビー・ウィリアムズのアルバム、テイク・ザ・クラウンのドラムを演奏した。その年の後半、彼は、アトミック・ブライドのシングル、クラッシュ・バキシーンを制作した。同年12月15日、リー・フリンは、シアトルのダウンタウンにある、クロコダイルカフェで、ソールドアウトのショーのためにアトミック・ブライド・トライブを行った。 2013年9月6日付のオンライン日記で、ロバート・フリップは、リー・フリンをバンドの3人のドラマーのうちの1人として含めた、キング・クリムゾンの新しいラインナップを発表した。リー・フリンが加入したバンドによる最初の本格的なライブリリースから数日後、フリップはリー・フリンがバンドを離れ、職務外の長期休暇を取ることに決めたと発表した。これは、 他のクリムゾンメンバー全員同意したものであると2016年3月6日に発表された。2017年初頭、フリップはリーフリンが彼の交代者であったジェルミー・ステーシーと一緒にバンドへ戻ってくることを発表した。数年間ツアーをしてきて、フリップが感じた満足感を得ることなく前進したいという欲求のためにリーフリンは 新しいダブルカルテット構成の中でメインの楽器としてドラムを使うよりもメロトロン、キーボード、フェアリーダスティングに焦点を当てる役割とされた。そしてキング・クリムソン史上初である専任人のキーボード奏者となった。同年10月から11月にかけてのアメリカ秋ツアーではクリス・ギブソンが代役を務めた後、翌2018年に再合流した。 2019年、再度の長期休養。そして同年8月、現代画家、イラストレーターである妻フランチェスカ・サンドステンが病死。妻は、近年、キング・クリムゾンのライブアルバム、ラディカル・アクション、ライブ・イン・ジャパン・マヤ、ボックスセット、オーディオ・ダイアリー2014から2018のカバーアートを手がけていた。妻が亡くなった約半年後の2020年3月24日。 59歳で死去。死因は癌であったことが示唆されている。ウィリアム・リー・フリンの表記もある。とりわけ活動初期はこちらの表記の方が多く見られた。ありがとうございます。